空の青も一層濃さを増した今日。梅雨明けが発表された今日、長崎市の上空には青空が広がっています。立っているだけでも汗が出てくるほど強い日差しが照りつけています。県内は平年より3日遅く、去年より3日早い梅雨明けです。今年の梅雨入りは平年より13日、去年より9日遅い先月17日でした。いつもより短い梅雨でしたが、期間中の降水量は速報値で五島市福江が平年のおよそ2倍の 849.5 ミリ、上大津が平年の 181% の 783.5 ミリ、長崎市南山手が 1.5 倍の 667 ミリと、ほとんどの地点で平年を上回る短期集中型でした。今日の日中の最高気温は島原市で 35.9 度と猛暑日に、佐世保市や西海市などで今年最高となりました。県内は明日も熱中症警戒アラートが発表されました。7日連続です。梅雨も明け、本格的な夏。熱中症予防も心がけましょう。